どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、速報ということで、結構前にね紹介させていただいたミクシーが運営する6グラムというねプリペイドカードがあるわけなんですけども、こちらはですね2021年6月8日からリアルカードをですね申し込み開始するということで、こちらの6グラムはですねミクシーが運営しているね JCB プリペイドカードということで、こちらのですね JQ エポスゴールドカードと組み合わせて使うとですね ANA マイルの還元率が最大 1.75% ということで紹介させていただいたわけなんですけども、これがですねリアルカード発行されるということで、今はですねクイックペイでしかこの 6g っていうのは利用できないわけなんですけども、今後はですね物理カードで利用することができるということで、かなりね使い勝手が上がるのではないのかなっていうふうに思っておりまして、こちらの解説をですね改めてやっていきたいなと思っております。それではまずですねこの ANA マイル還元率 1.75% のおさらいをねしていきたいなというふうに思うわけなんですけども、この JQ エポスゴールドカードはですね基本還元率 0.5% 還元なんですよね。で年間100万円を使うとですねプラス 1% のボーナスポイントがもらえるということで、基本還元率とそのボーナスポイントを合わせると1.5% 還元のクレジットカードっていう風になるんですよね。でですね JQ エポスゴールドを含めたですねエポスカードにはですねこういった感じで選べるポイントショップっていうのがありまして、こちらね3つまで登録することができるわけなんですけども、この登録した3つの対象店舗に関しては基本還元率が 1.5% 還元に、ね、なるわけなんですよね。ですので先ほどの年間100万円までのね利用分を合わせるとこれだけで 2.5% 還元が受けることができるわけなんですよね。でこの選べるポイントショップの中にですねミクシーっていうのはねあるわけなんですよね。ですので選べるポイントショップでミクシーを選択していただくとですねこの JQ エポスゴールドカードからですね 6g にチャージするのはですねポイント3倍で 1.5% 還元っていうのがね受けられるっていう感じなんですよね。まあ、これを考慮していくとですね年間のボーナスポイントを入れると 2.5% 還元というふうになりますので、 JQ エポスカードはですね貯まるポイントがエポスポイントではなくて JR キューポポイントがですね貯まるっていうふうになりますので 2.5% 還元をですね 70% で ANA マイルにね交換することができるっていう形になりますので、 ANA マイルのね還元率が 1.75% っていうふうになるわけなんですよね。で JR キューポポイントからですね ANA マイルの交換ルートはですね結構出させていただいているこのおなじみのルートですね JQ みずほルートで JR キューポからですね AQ 不滅ポイントに交換していただいて ANA マイルにね交換していただければですねこの 70% が実現できるっていった形になってるんですよね。でこちらの ANA マイル還元率 1.75% がですね今後はですね物理カードで利用することができるというふうになりますので、クイックペイがね使えないところであってもですねこの ANA マイル還元率が100万円までにはなりますけども 1.75% がね受けることができるって言った形になってるんですよね。いやかなりね使い勝手がね広がるのではないのかなっていうふうに思っておりまして、もうね以前のこの 6g の動画を出させていただいてから多分かれこれ半年以上ね経ってると思うんですけども、やっとね物理カードがですね利用することができるって言った形になるんですよね。またですねこの 6g からモバイルスイカっていうのもですねチャージすることができるって言った形になっておりますので、エポスのね選べるポイントショップにはモバイルスイカっていうのが普通にあるわけなんですけども、こちらねミクシーを選択しといていただければですね 6g にチャージした後にそのままスイカにねチャージしていただければですねスイカチャージへもね利用することができるっていった形になっておりますので、選べるポイントショップの一つでミクシーを選びますよね。そうした場合に2つ目にねモバイルスイカを選ばなくて済むっていった形になりますので、この点もね覚えておいていただければなと思います。まあこの選べるポイントショップっていうのは3つしかね選ぶことができないっていった形になりますので、1つね項目が減るという意味でもですねこのミクシーを選んで 6g にチャージしていてスイカね利用してみていただければなというふうに思うわけなんですよね。
またですね、今回紹介させていただいたのはこちらの JQ エポスゴールドカードということで、こちら JQ エポスのゴールドカードなんですよね。で、エポスゴールドカードしかね持ってないという方はですね、エポスポイントはですね ANA マイルに 60% で交換することができるっていった形になりますので、還元率はですねエポスゴールドカードも JQ エポスゴールドもですね、還元率自体は一緒なんですけども、 ANA マイルに交換した時にですね還元率変わってくるっていう風になりますので、エポスゴールドカードの場合はですね、ANA マイルね還元率は 1.5% 還元っていう風になるわけなんですよね。まあ 1.5% 還元っていうのもですね十分すごいね還元率っていう風になりますので、 SPG AMEX は 1.25%、 またね ANA の一般カードとゴールドカードはですね最大 1.3% っていう風になりますので、まあここら辺と比べてもですね還元率はね高くなるんですよね。唯一勝てないっていうとですね、年会費がねとても高いANA ビザプラチナプレミアムクレジットカードだけになりますかね。こちらは ANA マイルの還元率がですね最大 1.8% ということで、少しね高くなるわけなんですけども、本当にプラチナカードにですね迫るぐらいのね還元率になるわけなんですよね。いかがだったでしょうか。 ANA マイル還元率 1.75% を叩き出す JQ エポスゴールドカードですね、この 6g の組み合わせですね、とうとうねリアルカードが発行されるということで、かなりね、使い勝手がねいいクレジットカードになるのではないのかなというふうに思うんですよね。この JQ エポスゴールドカードはですね、エポスカードからインビテーションをもらってですね、それから切り替えてもらうと年会費無料でね維持することができますし、またねポイント交換ルートもですねJQ みずほルートということで、他のねクレジットカードが必要になるわけなんですけども、こちらもね年会費ね無料にすることもできるっていった形になりますので、年会費がねかからないでこの還元率が出せるっていうのもですねかなりおすすめポイントだなっていうふうに思うんですよね。またですね、これからエポスカードを発行されてエポスゴールドカードのね使用されたいっていう方はですね、2021年5月29日現在ですねポイントサイトの案件っていうのはかなり下がっているわけなんですけども、一応あることはあるんですよね。今ポイントサイトハピタスで3150円分ということで、まあ2ヶ月前ぐらいまでね1万円ぐらいまで上がってたんですけども、今はねちょっと下がっているんですよね。一応あることはあるっていう風になりますので、一応概要欄にですね URL 載せておきますので、今すぐね発行されたいっていう方はですねポイントサイトハピタスね経由して発行していただければなというふうに思います。またねエポスカードに関しては公式サイトの方でもねキャンペーンやっておりますので、ポイントサイトハピタスが3150円分なんですけども、エポスカード側のねキャンペーンを入れると合計5650円分まで、ポイントねもらえるっていうふうになりますので、こちらの内訳もね概要欄に載せておきますので、そちら確認していただいてですね利用してみていただければなと思います。またですね、先日こちらの動画で紹介させていただいた JQ エポスゴールドもしくは T カードプライムクレジットカードからキャッシュを経由してトヨタウォレットを経由してお財布エディっていうね、まあ、こういうルートを紹介させていただいたんですけども、こちらの 6g っていうのはですね、このトヨタウォレットから前回はお財布エディに行きましたけども、ここから 6g にチャージすることもできるっていった形になりますので、 ANA マイルの還元率はねそこまで上がらないわけなんですけども、合計の還元率としてはですねかなりね高いんですよね。こちら最大ね 3.2% 還元ということで、まあチャージしてチャージしてチャージして利用するみたいな感じになりますんで、まあかなりね面倒なことは面倒なんですよね。ですけども利用されたい方っていうのはですね、こちらのルートもですね覚えておくとお得にね利用することができるのではないのかなというふうに思います。まあこちらもですね、今までは最後の支払いが ID とかクリックペイとかねそういうものだったわけなんですけども、この 6g のリアルカードが出ることによってですね、この最大 3.2% 還元もですねクレジットカードがね利用することができればどこでもね還元受けれるっていう風になりますので、こちらもねかなりすごいのかなっていう風に思います。でですね、最後にこの 6g ってどうやって始めるんですかっていう話なんですけども、この 6g っていうのはですね、今はですね招待制になってしまってですね、招待コードを持ってない方は発行することはね
できないっていった形になってるんですよね。ですので、もしねこの 6g ね、これから始められたいっていう方はですね、私の Twitter のねダイレクトメッセージいただければ、こちら招待ねさせていただきますので、こちらもね覚えておいていただければなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、 Twitter もやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオット、ボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。